こんにちは。人からわかる3分技術師。今日は、ジョン・ワーノックについて勉強していきましょう。ジョン・エドワード・ワーノック、1940年生まれ、アメリカの計算機科学者、経営者であり、Adobe の創業者の一人として知られます。ワーノックは、32代大統領、フランクリン・ルーズベルト時代のアメリカ合衆国、ユタ州ソルトレイクシティに生まれました。 父親は弁護士であり、比較的裕福な家庭だったと言われます。若いワーノックは平凡な高校時代を過ごし、はじめ数学を苦手としていましたが、それを克服し、ユタ大学に入学。1964年に数学の学位を取得しました。ワーノックの転機となったのは大学院生の頃、大学のコンピューターセンターで働いていた時でした。 ワーノックはコンピューターセンターで履修届を自動化するプログラムを制作する傍ら学生たちの技術的な相談に乗っていましたそこにデイブ・エバンスの研究室の学生がコンピューターグラフィックスの因面処理の問題を持ち込んできました因面処理とは複数のオブジェクトが前後に重なったコンピューターグラフィックスがある場合にそれをどのように描画するか を決定する処理です。そこでワーノックはそれを高速に解決するアルゴリズムを考案。こうしてワーノックは一躍コンピュータグラフィックスの優れた研究者として知られるようになりました。その後のワーノックはいくつかの会社を転々とした後、1978年にゼロックスパロアルト研究所に入所します。そこでワーノックはユタ大学の後輩でもあったマーティン・ニューエルとともに、 コンピューターグラフィックスを記述するためのプログラミング言語である JAM を開発 JAM はプリンターで印刷用のデータを記述するのに用いられる言語であるインタープレスに発展しましたそこでワーノックと研究所の上司であったチャールズ・ゲシキはインタープレスの製品化を試みましたが失敗そして1982年 ワーノックとゲシキが創業した会社がアドビーシステムズです。ワーノックとゲシキはインタープレスをポストスクリプトという言語に発展させました。ポストスクリプトはアップル社の高品質なプリンターであるレーザーライターに採用され広く用いられることとなります。その後もワーノックは1986年にアドビイラストレーター 1991年にポータブルドキュメントフォーマット PDF を開発。技術者、そして経営者としてコンピューターグラフィックスを先導していきました。2023年、ワーノックは水臓癌により82歳で亡くなります。現在においても Adobe の創業者の一人として、またコンピューターグラフィックスのパイオニアの一人として知られています。以上。 いかがだったでしょうかユタ大学からはワーノックの他、アラン・ケイやエド・キャット・マルも登場し、大きな影響を与えています。もっと技術史について知りたいという方は、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。感想やリクエスト、どんなことでも構いません。では今日はこの辺でお客といたします。また次回。